皆さんこんにちは、ケア教です。本日は介護の職種と仕事内容をご紹介していきます。介護施設には様々な職種の人が働いています。多職種での連携が重要な職場ですから、改めて誰がどんな仕事をしているのか理解をしていきましょう。今回はどんな職種があるのか、そしてどう略して呼ぶことがあるのかなどご紹介していきます。ケア教では介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信しています。よかったらチャンネル登録お願いいたします。また個別のご相談も受け付けていますので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。それでは介護の職種と仕事内容を見ていきましょう。まず一つ目は介護職員です。 CW やケアワーカーなどと表記をされることもあります。ケアワーカーはケアを行う人という意味ですので、介護施設で働く介護職員だけでなく、病院で働く看護助手に関してもケアワーカーという呼び名が当てはまります。資格がなくてもこの仕事自体はできますが、給料面や介護の質を向上させるためにも資格は取っておくと有利です。利用者さんに一番近い場所で働くので、利用者さんとの信頼関係も築くことができ、また利用者さんの変化にもいち早く気がつける仕事ですので、非常に重要な仕事です。2つ目はケアマネージャーです。正式名称は介護支援専門医という役職で、ケアマネージャーからケアマネや CM と略されることもあります。仕事としては要介護者、要支援者とそのご家族からの話を聞いたり、現場からの声を聞いたりしながらケアプランを組むことがメインの仕事です。他にも市町村や施設、利用者との連絡調整も仕事になります。介護サービスを適切に使うための案内人としての側面が大きく、作成したケアプランによって利用者やご家族の生活に良い変化が見えた時に大きなやりがいを感じるという人が多いです。ケアマネージャーになるには介護福祉士などの国家資格を持ち、加えて一定の実務経験を積む必要があり、そしてその上で難関試験も突破する必要があります。最近ではケアマネの人手不足が叫ばれていますが、介護職よりも給料が高くなることも多いので、目指してみてもいいのではないでしょうか。3つ目の仕事は生活相談員です。生活相談員はソーシャルワーカーとも呼ばれ、ソーシャルワーカーから SW と省略されることもあります。介護施設においては主に利用者さんや家族さんとのご相談に乗りながら適切なサービスを考えること、施設やケアマネージャーとの調整連携、利用者さん獲得のための営業などが仕事になってきます。施設の窓口のような役割もこなしますので、まめにケアマネさんや施設との情報のやり取りをする必要があり、フットワークの軽さも必要となってきます。生活相談員という資格はないため、要件を満たしていれば生活相談員になることができます。必要な資格としては社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格などがあり、都道府県によっても若干異なってきます。介護職としての現場業務も兼ねるケースもあり、簡単なお仕事ではないですが、人に寄り添うことが好きな人にとっては向いている仕事なのかもしれません。続いてサービス提供責任者です。サセキと略されることもあります。こちらは訪問介護事業所において配置が義務付けられている役職です。仕事内容としてはヘルパーさんと利用者さんの調整やアセスメント、ケアマネージャーとの連携など幅広く行うことになります。また自分自身もヘルパーとして訪問介護を行うこともあるので、まさに現場から管理まで関わっていく仕事になります。リーダーシップが必要とされる仕事で、うまく事業所を回せた時はやりがいを感じるという声も聞きます。また介護の現場から管理まで行う仕事ですので、将来独立を考えている人は経験をして損はないと思います。サービス提供責任者はそのための資格や研修があるわけではなく、必要な資格を持っている方を事業所が任命すればなることができます。任命するために必要な資格としては、例えば介護福祉士や実務者研修の修了などがありますので、興味がある人はこの資格を取って事業所の信頼を勝ち取ることがいいと思います。1つ目はユニットリーダーです。ユニットリーダーはフロアリーダーや介護リーダーとは異なり、ユニット型の施設においてユニットごとに配置をする義務がある役職になります。仕事内容としてはフロアリーダーや介護リーダーといったものとほぼ一緒なところが多いと思います。ユニットリーダーとしての仕事は介護現場に入ることに加え、マネジメントが仕事になってきます。現場と管理者の間に立つ中間管理職といったところです。施設によっても多少仕事内容は異なるかと思いますが、介護職が働きやすく、また入居者さんが気持ちよく暮らせる環境を整えていくことが仕事になります。介護の現場リーダーに求められる能力としては、人を束ねるリーダーシップ、問題が起きた時に解決をする問題解決能力、冷静でいるための精神力などがあると思います。
介護の現場リーダーは介護施設においての出世の第一歩ですから、出世をしたい人はまずは目指していくと良いと思います。必要な資格は特にありませんが、施設によっては介護福祉士を持つことを求められることがあるようです。6つ目の仕事は看護師です。ナースから取って NS と呼ばれることもあります。仕事内容としては医師の補助、患者や利用者の医療的なケア、精神面でのケアなどが挙げられます。介護施設においても配置をされていることが多いですが、人数は少数で介護職との衝突がよく話題に上がっています。また中には介護職から看護師になりたいと言って学校に通ったりする方もいらっしゃいます。養成校を卒業した後に国家試験を通過して就くことのできる仕事になります。7つ目の仕事は理学療法士です。理学療法士はフィジカルセラピストから PT と呼ばれることもあります。理学療法士は理学療法と呼ばれるリハビリを行う専門職です。理学療法とは身体の基本的な動作である寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどといった動作を行えるようにするために体操、マッサージや電気刺激などを行う仕事です。老健やリハビリ特化のデイサービスなどで見かけることが多いかと思います。理学療法士になるには養成校を卒業して国家試験に合格をする必要があります。8つ目の仕事は作業療法士です。オキュペーショナルセラピストから OT と呼ばれることもあります。リハビリの手法の一つの作業療法のスペシャリストです。作業療法とは着替えやトイレから仕事や家事、趣味といった日常のあらゆる活動を通じて身体機能の回復、精神の改善を導くリハビリになります。作業療法士は個々の人の状態や目標に合わせて作業療法を考えていくことが仕事になります。理学療法士と混同されがちですが、異なる資格となります。理学療法士はいわゆる基本的な動作を回復させるのに対して、作業療法士は応用的な作業や活動を積み上げていくリハビリを行います。作業療法士になるためには養成校を卒業して国家試験に合格をする必要があります。最後に言語聴覚士です。スピーチセラピストから ST と呼ばれることもあります。音が聞こえないなどの聴覚障害、言葉が出ない、読み書きがうまくできないなどの障害である失語症、うまく発声ができない、高音障害などを対象としたリハビリを行う専門職です。介護施設においてはあまり多く見ることはないかもしれませんが、嚥下障害の訓練やレクなどを担当することも多いです。こちらも養成校を卒業して国家試験を通過することが必要になる仕事です。今回は介護の職種と仕事内容をご紹介しました。改めて整理をしてみると、想像以上に多くの役職の人が働く現場だと思います。しっかりとお互いを理解して協力をして仕事をしていきましょう。お困りごとなど何か相談があれば LINE までお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。